今日は、柱島に行こうかなと思います。昔はその橋がなかったんですよ。船で渡るような感じだったんですけど、今そのできるようになって普通に車でも歩いても渡れるという、この頭島にね、ちょっといろいろ面白いものがあるということで、今日は、行ってみようかなと思うんですけど、というわけで今日は、頭島に行こうかなと思います。はい、ここがね、日生で有名な牡蠣の養殖の、イカダですかね、ありますね。もともとは島田だということで、船じゃないと渡ることができなかったんですが、カットでやらせてもらってます。結構時間かかりますんで、ショートカットでもう見させていただきます。ちょっと画面のちょっとブレがありますけど、よろしくお願いします。ここが、角井島という島です。基本的には、みかん畑とかそういうのが、多くて、鹿のね被害がいいようで、普通に夜になったらこの辺とか普通に、鹿がいるということを聞きました。はい、これ左に行けば、マホロバという、古代体験ができたりとか、ちょっといろいろ大自然の中で、住居の中で生活したりとか、そういうなんか縄文的な住居の生活してみたりとかいうような話を聞きました。まあ、詳しくはちょっとわからないですけど、また、ウェブなどで見てください。ここが、頭島島の町に入ります。これから日生といったら牡蠣が有名なんで、その牡蠣とか、まあ、貝とかそっち系ですかね。ちょっとあまり詳しくわからないですけど、これも牡蠣の関係のものかなと思います。はい、このままちょっとまっすぐ行きます。ちょっと狭い道になるんですけど、これをまっすぐ行けば、漁業市場的なありますね。
そこですね。ちょっとあそこがすごい気になってるんですよね。あのエリアですけど、なんだろうな。ちょっとね、行けるとこまで、行ってみようかなと思います。なんなんですかね。カラオケ喫茶。ここですね。飛行機ね、見えるんですけど、ちょっとなんかダメそうな雰囲気ですね。こんにちは。こんにちは。あの、大きい。はい。あれ個人にしとるからな。見るだけ。見るだけ。見させてくれよ。あ、どうしたらいいですかね。ここの家がそう。あ、ここの。こっちの方、川辺さん、そこ降りてずっと上上がったら、はい、玄関がある。入って聞いた方がいいですかね。まあ一口言って写真撮らせてくれ言ったら。あ、大丈夫ですか。大丈夫。あ、わかりました。ちょっと。ここの人が、この人が怖いな人に。ああ。アドベ。観光的な。うん。これ。上が。もともと。プールだった。あ、もうこういう感じで、あの面白いスポットという感じで。あれじゃ実力スピチューブとか。あ、それです。ああ、おお。あ、ほんまですか。ありがとうございます。
その時に避難所とも来てた。あ、はいはいはい。はい、来た。そういう感じじゃないのかなと思って。まあ今日でも今日ちょっとあのおばあちゃん、下のおばあちゃんからなんかいろいろ聞いて、ちょっとここでちょっと、やっと来れました。いつか来るか。本当ですか。本当ですか。これセスナ。セスナで一応本物なんですよ。本物なんですか。ただこの島が、はい、川辺さんからの話なんですけど、その橋かかる前の阪神大震災の年にこれを購入したらしくて、それをどうやってここまで持ち上げたかは謎なんですよ。ですよね。この。あ、回らないですね。硬いですね。眺めがいいような感じなんですかね。ここ眺めというよりはもういい見た目のインパクトが半端ない。ああごめん。あ、そういうこと。これはもう今はもう現在使われてない。一応使えるのは使えます。ただその元々このバスタブがバスタブじゃないんですよ。そうなんですよ。あ、そうなん、魚とかのイケスなんで、お湯を食べるのにすごい時間かかる。あ、そういう感じだよね。あんまり常用はしないんですよ。でも全然お湯とかシャワーとか。その参勤交代の時の、はい、宿場になってたらしくて、で、遊郭が、遊郭があったらしい。鶴島っていう無人島で、ええ、そこに隠れキリシタンの、あ、そこですか、はい、隠れキリシタンの定置だったんですか。普通に船で行ける、海上タクシーになっちゃうんですね。あ、じゃあもうで、あの連絡取って、で、やって行ってもらっていう形で。流れてくるのが、ああ、ここ、ああ、首が流れてくるから角井島っていう、まあ、角井島はやっぱ鹿、鹿っていうと多分その平家の末裔というかこっちの人たちが住んでたっていうことらしくて、ただその鹿がなんか平家の関係してるようです。うん、まあ、これも平瀬町のためじゃなくて、まあ、でもあの待機所というか、あの橋の上のあのスペースはすごいいいと思いますね。あそこの待合所へ、ここにハートこしらえて、ガッと囲ってハートの下にポロッと車を通ってしたらいいんじゃないかなと。面白いですね、またそれも。あの橋の正式名称が備前ハートひなせ大橋なんです。あ、そうなんですか。正式名称としてちゃんとハートが載ってるんですよ。唯一とかですよね、確か。はい、というわけでスピチューブ終わります。実際今日、入らせていただくことができました。で、今はやっぱり今やってないんですけど、あの基本的にはその柿シーズン、寒い時期にその、まあ、ゲストハウス的な感じなのかな、やってるそうで、春底引き網体験、夏海水浴、秋みかん狩りで、冬が柿の食べ放題というような感じで、手ぶらでも、初めてでも手ぶらでも OK と気軽にできるということを、これからやっていこうかなということで、はい、ありがとうございます。
というわけでまたねスピチューブの方、チャンネル登録よろしくお願いします。またねこの、スポットちょっと個人的に行ってみたいなということ方は、ぜひねこの、先に行ってあのおじいちゃんか、先ほどの方、に声をかければ、対応してくれると思いますので、ぜひねまた皆さん行ってみてください。それではスピチューブ終わります。ジャパンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。